guys! どうも、ナナサリーサです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。GU のこちら、テディーオーバーサイズセーター2490円のご紹介をしていこうと思います。こちらなんですけど、黒のセーターって結構ね、いっぱいどんなところでもあると思うんですけど、まあ、その名の通り、まずこの生地がすごく柔らかい感じ。あと、プラス、まあ、オーバーサイズセーターってあったんで、袖の長さとかが S サイズなんですけど、こんな感じの、まあ、よくある感じ。可愛い感じになるので、長さがすごいちょっとこう、若干オーバーサイズかなっていう、でもダボダボすぎないっていう感じで、形がすごくね、私はお気に入りです。で、触り心地も本当にね、ふんわりしてるんで、着ててね、着心地がいいっていうのと、あとタートルネック私苦手っていうお話をしたと思うんですけど、これね、ギリセーフなんですよ。こうタートルネックほどぴったりせずに、でも、こう、なんだろう、ここ周りは一応こう囲ってあるので、寒くもないしっていうのでいいかなと思います。でもちょっと待ってよ、これさ、こうやってやってあげれば普通にね、着れるので、首周り結構苦手な人でも、こういう着方もまあありっちゃ、ありかなと。早速コーデの方を見ていきましょう。で、まずジーパンに合わせてみるとこんな感じです。はい。まあ定番のジーンズなんで、まあ黒なんで、大体何でも合うかなとは思います。で、ただ、ちょっとこれなんだろう。やっぱり黒なんで、年齢的にちょっと大人っぽく見えるのがおしゃれかなと思います。可愛い系っていうよりかは、どちらかというとちょっとかっこいい系女子みたいな感じになっていくと思います。なんで、こう、ムートンとかと合わせるっていうと、合わせてしまうとちょっとこんな感じなんで、まあ、センターではあるんで、可愛い系でもいけなくもないんですけど、こういうニーハイとかと合わせてもらった方が、すごくかっこいい感じで似合うんじゃないかなと思います。まあ、黒なんでこう、締まって見えるし、オーバーサイズなんですけど、そんなに白ほどふわっとはしないので、ちょっとキリッとしたかっこいい系のお姉さん的な感じのコーデになるんじゃないかなと思います。そうですね。あとスウェットと合わせてみてもこんな感じで意外とね、似合うかなと私的には思いますが、どう思いますか皆さん。まあ、黒なんで、割かし下もですね、いろんなものに合わせやすかったですね。ただポイントとしてはそれに怠けて、なんかこう、なーなーな格好になっちゃうよりかは、こう、テーマを決めてピシッともかっこいい系で行くとか、ちょっと大人っぽく行くっていう風に決めた方がやりやすいかなって思います。あと、まあ、普通にやっぱ黒い服着ると、年もちょっと上に見えたりとか、大人っぽく見えるっていう感じがするので、まあ、甘い系のコーデに飽きちゃった時とか、たまにね、こういう感じのコーデもおすすめです。自由にしてお値段高い方のセーターの部類に入ると思うんですけど、生地がやっぱりね、それだけいいですね。中がね、なんだろう、あったかいし、柔らかいんで、その辺はすごくね、おすすめです。はい。で、この色以外もね、いろんな色があったと思うんで、まあ、皆さん合わせてみても面白いかもしれません。では、そんな感じでまたコーデの方紹介していきます。では、See you!